2番の久田勇気が中段と立ち回っていきまして、これで6番の下岡翔也車を6番手まで引いていきます。前後入れ替わっての2対3対2、ダッシュ系の機動型一佐田と下岡両者が中段と後方に控えて2コーナーからバックへと向かっていきます。2番の一佐田勇気ジャンで切りまして、これで6番の下岡一気にかましていくか、緩んだ、ここはかましごろ。6番の下岡勇気、まず下岡翔也がまず仕掛けていきました。3番の小森慎一がそのマークです。下岡翔也にいる3番の小森慎一と中部の2者ができりまして、2番の一佐田この2者を出して3番手、まだペースは緩んでいます。5番の坂本大志は後方の6番手、元の体型に戻って第2コーナーからバックです。6番の下岡岡翔也が先手を取りました。3番手2番の一佐田勇気、一佐田がバック3番手からまくっていく。マークは7番の岡田敦、バックから3コーナーカーブでまくり切りました。2番の一佐田勇気、マークには7番の岡田敦に4番の中竹勝雄まで行き切った。その後ろからは5番の坂本大志、4コーナーから直線です。3番手まくり、2番の一佐田勇気、マーク7番の岡田敦、ワンツースリー、いいね、いいね、いいね、ワンツースリー。先行はできたら先行でも行きたかったんですけど、なんかちょっと展開早かったし、まあ落ち着いて中段取れた。そうです。もうそのまま枠に行こうかな。まあ、ちょっとあの情報の少ないルーキー相手だったんで、組み立てとかはあるんですね。はい、そうなんです。でも絶対足もあるんでね、結構言ってたんですけど、まあそうですね、まあ落ち着いていけたんで、まあ良かったですね、僕は。まあ勝ち上がっていくとまたあの強いルーキーと。そうですね、まあね、めっちゃ強いんでね、ちょっとは、まあ、いいようになれば作戦も考えて、まあ、力勝負だったらちょっとね、はい、不安要素がいっぱいあると思う。あ、しまってまたゼロ発進みたいな、はい、そういうことですね。それでまあちょっと足が削られてしまったかなみたいな感じなんです。